小牧市では現在、マイナンバーカードを利用して全国の指定コンビニエンスストアなどの店舗内に設置されているマルチコピー機で各種証明書を交付するサービスを行っています。また4月1日からはコンビニ交付の発行手数料が200円から100円に変更になります。2月17日にはイオン小牧店でコンビニ交付サービスについての PR 活動が行われました。今回の姿勢だよりでは注目のコンビニ交付サービスについてご紹介いたします。市役所で発行する住民票や印鑑証明書がコンビニで取れるというサービスを聞きましたが、どんなサービスなんですか？はい、これは小牧市に住民票がある方がマイナンバーカードを利用して全国のコンビニエンスストアなどでいつでもどこでも欲しい時に証明書を取得できるサービスです。小牧市ではこのサービスで取得できる証明書は住民票の写し、印鑑登録証明書、所得課税証明書の3種類です。とても便利ですね。はい、便利なポイント1つ目は全国のコンビニなどで取得できるということ、2つ目はいつでも取得できるということ。12月29日から1月3日を除く同日祝日を含めて朝6時30分から夜11時まで取得可能です。3つ目はなんと発行手数料が100円お得ということ。平成30年4月1日からコンビニ交付については半額の100円で取得することができるようになります。窓口での発行手数料は200円でしたよね。とてもお得ですね。ぜひ利用してみたいです。でもどうやってコンビニで証明書を取るんですか？では実際に設置してあるマルチコピー機を使って証明書を取ってみましょう。必要なのはマイナンバーカードと4桁の暗証番号です。それでは操作方法についてご説明します。はじめに表示されている項目の中から行政サービスを選択してください。次にマイナンバーカードを読み込ませます。そして必要な証明書を選択し暗証番号を入力。その後はマルチコピー機の案内に従ってご要望するサービスを選択していけば証明書を取得することができます。このように液晶パネルの案内に従って操作していけばいいのでとても簡単ですよね。操作も簡単だし申請書の記入も本人確認も不要なので時間もかからないですね。ではどうやってマイナンバーカードは作るんですか？はい、申請方法は次の4つ。郵便による申請、パソコンによる申請、スマートフォンによる申請、証明写真機からの申請です。たくさん方法があるので自分のやりやすい方法で申請していただくことができますよ。また現在市役所市民課窓口、各支所、小牧駅出張所において申請に必要な顔写真をタブレットで無料撮影しその場でオンライン申請までできるマイナンバーカード申請お手伝いサービスも実施していますのでこちらもぜひご利用ください。詳しくは市民課お近くの支所までお問い合わせください。カードの申請手続きも簡単だしコンビニ交付サービスもこんなに便利だとは思いませんでした。今日はいろいろな説明が聞けてよかったです。ありがとうございました。4月1日からは手数料が100円となりより一層便利になります。皆さんもこのコンビニ交付サービスをぜひご利用ください。次回の小牧市政だよりは在宅医療介護市民講演会の模様をお送りします。